リスニングっていうのは耳だけじゃない、耳と目でするものです。私はリスニングみなさんこんにちは。考え方から日本人の英語を変える英語コーチあやみです。この番組では15年前のまだ英語学習に不安になった私に教えてあげたい、本当に話せる英語を身につけるためのマインドセットの持ち方や知るべき知識をお届けしています。はい、皆さん、今回はね、まず私のコーチング理念からお届けしたいと思います。っていうのも、私先日考えていたんだけれども、今ってこうやってね、誰でも YouTube をアップロードできる時代じゃない。でもだからこそ無数にチャンネルって存在するわけじゃない。そのね、無数に存在するチャンネルの中で、こうして私のチャンネルを訪問してくださってる皆さんには本当に感謝だし、そしてね、そんな皆さんに私が一体どんな人間で、どんな信念を持って、どんな情熱を持って英語に取り組んでるのかっていうことをお伝えすることって私の責任じゃないかって感じたのね。だから今日は皆さんにコーチング理念をお届けしたいと思います。例えば、こう考えてもらえると分かりやすいと思うんだよね。皆さんが今日ランチに行ったとして、メニューにね、スープって書かれてたとするじゃない。でもそれがスープじゃなくって、かぼちゃスープって書かれてたら、よりイメージが湧くだろうし、さらにはそのかぼちゃがね、北海道産のかぼちゃを使ってますって書かれてたら、より親切だし、さらにはそこに写真がついてたら、より分かりやすいでしょ。だから私が皆さんにコーチング理念をお伝えすることで、皆さんが、あ、この人とだったら頑張っていけそうだなと思えたら、それはとっても嬉しいことだし、逆にね、あ、ちょっと違うかもなと思ったら、あなたのね、貴重な時間だからね、お金で買えないから、貴重なね、本当に時間って一番大事だから、あなたの貴重な時間、他にね、無数に存在する YouTube の中から相性のいいものをね、見つけていただけたらいいなと思います。はい、そしてね、特に理念に興味ないですっていう方は、本編っていう、はい、噛んでおります、皆さん。このままいきます。はい。タイムラインにね、タイムライン？ん？なんていうの？概要欄？そう、もうね、はい、初心者です。多めに見てください。概要欄に、タイムラインね、違う、だからもう何が言いたい？はい、さすがに噛み噛みが過ぎたので、ちょっと一度止めました。コーチング理念大丈夫ですっていう方は、概要欄にタイムスタンプを貼っておくので、本編から再生してください。はい、私のコーチング理念なんだけれども、この言葉に集約されます。 Give him a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime. どういうことかなというと、その人にね、お魚を一匹あげたならば、その人はその日の上はしのげるけれども、その人に魚の釣り方を教えてあげたら、その人はね、今日だけじゃなく明日も明後日もずっと生涯にわたって上をしのげますよっていうお話なのね。そう、私のコーチング理念もここに根ざしてます。文法や発音は私のチャンネルでは基本的に教えません。ただ私はね、浪人受験したんだけれども、その時早慶上智とか東大英語コースも取ったから、文法だの読解だのはもう誰よりもやってきてるのね。だから文法もちろん教えることもできるんだけれども、海外に出てね、ネイティブと実際に英語を話すっていう場面になった時に、あ、受験英語じゃないんだよ本当に必要なのはって心の底から思ったのね。だから私はこのチャンネルを見てくださってる皆さんには、文法だの発音だのね、その場限りをしのげる知識ではなくって、あなたが10年後も20年後も30年後も世界を舞台にね、こんなに人生ってすごいんだ、世界ってこんなに広いんだって、うるうるしてきちゃうよね。それくらいね、あなたがね、そういう自分の無限の可能性をね、世界で発揮していく、そんなあなたになれるためのどうやって英語を身につけていったらいいのかっていう How to を教えるのが私のコーチング理念です。なぜって、文法も発音もね、皆さんね、英語が楽しくなってきたらね、エンジンがかかったら自分で勝手に学び始めるの。そこまでに辛いなとか、英語って苦しいなって思ってたら自分で勉強しようなんて思わないんだよね。
だけど、あれ英語ってちょっといや自分話せちゃってるどうしようみたいなね。そしてこんな英語通じてこんなことがあったって思って、英語って楽しいなって思ってきたら、もう自分でね皆さん始めるのよ。そうなんです、それが人なんだよね。そう、私たちみんな一人一人に例外なく 100% 無限な可能性があります。コーチング、私はコーチとして皆さんが持ってるね無限の可能性にあなたが気づいて、あなたが自分の足で立って、自分の頭で考えて、自分の心で決めて、自分の人生をね、他の誰でもないあなただけの人生を、あなたが主人公で生きていく人生を描いてってもらう、そのきっかけになるのが私の役目です。はい、ということでね、暑苦しいね、はい、この性格なんだけどね、はい、コーチング理念をお届けしたところで、では今回は何についてお話ししていくのかっていうと、前回はドラマ学習ね、スピーキングすらも学べるのがドラマ学習ですよってお話をしました。今回はそのドラマ学習の応用編になるんだけれども、99% の英語学習者さんが知らないスロー再生の活用法についてお話しします。皆さん、まずね、この動画を通して私とコーチング一緒に英語していく上で、まずリセットしてください。リセットボタンを一緒に押してください。何のリセットボタンかっていうと、あなたがこれまで中高を通して、まあ、それ以降も含めね、学んできた知識や考え方のリセットボタンを押してください。っていうのも、私たちが学校で学んできた受験英語ではネイティブ英語のからくりが解けないのね。私たちに必要なのはネイティブ英語を解くからくりが必要なの。そのためには既存のね考え方や知識があると妨げになるのね。だから今リセットボタンを押してください。そしてまっさらなキャンバスにこれからね一緒に必要な知識や考え方を入れていきましょう。はい、リセットボタン押してください。心の中で、頭の中でリセットボタン押してください。押しましたか？はい、そしたらね、私たち日本語を身につけるとき、日本語も英語もね同じ言語だからね、変わらないんだよね根本は。日本語どうやって私たち身につけてきますか？赤ちゃんのとき、お母さん、お父さん、家族が話すのを聞きながら、そして見ながら覚えるよね。耳で聞いてるだけじゃないの。リスニングっていうのは耳で聞いてるだけじゃありません、皆さん。目で見て、耳で聞いて、目で見ながら覚えるんだよね。これをドラマ学習にも活用します。私はリスニングはね、見分けるものって考えてる。それについて話している動画をまずは皆さんにお届けするので、この動画を通してスロー再生の使い方、そしてリスニングっていうのは見分けるものなんだって、どういうことなのかっていうことを考えてみてください。はい、どうぞ。はい、ではね、次いきますよ。早速ね、本日の見どころ1、 You've got、 I've got、 これ昨日も皆さんお伝えしたんだけれども、現在完了ね、ネイティブ会話の中でものすごい使えます。で、この現在完了のニュアンスとかつかめたり、皆さんが使えるようになると、とってもネイティブライクのイングリッシュになるので、ここね一回再生します。聞いててね。We need someone to. I know. I'd love to. You've got LA here, you've got the hills, the Hollywood hills, but この You've got, I've got の got、 これ持ってるっていう意味での have の意味での時ね、 I've got a younger brother だったら、これは I have a younger brother みたいな意味ね、同じような意味。他にここ今クリスチャルが使ってる意味は、この存在するっていうか there is, there are みたいなニュアンスだから、 You've got the hills っていうのは There is the hills ってことね。そして皆さん、ネイティブ英語に超品質のこの現在完了の、だけどこの V の音ってとっても聞き分けづらいでしょ。 V の音聞き落とすよね。さて、これどうやって聞き取るかっていうと、口元見る。なぜかっていうと、
V の音を作るには口が閉じる必要があるからね、皆さん。そうだよね。 V の音には必ず口元閉じなきゃいけないでしょ。あのね、皆さん、私これめちゃくちゃやってきたんだけども、ネイティブの音ね、どういう発声してて、どういう使い方、どう出してるのかなって学ぶ、スピーキングを学ぶときには、彼ら彼女らの口元、映像で口元を追ってください。スピーキングね、鍛えるには口元で、リスニングを鍛えるにはその倍速で聞いたりとかするといいけれども、音を出す、スピーキングを鍛えるときにね、とっても大事、ネイティブの口元、要チェックしてください。ネイティブ英語を聞き分けるっていうのは、私はこう踏まえてます。見分けること、聞き分ける、すなわち見分けること、これ私がね10年前に知っておきたかった知識、皆さんに届けます。使ってくださいね、皆さん。そしてどん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 上達しましょうね。なので、これからね、今もう一度クリシェルのシーンを再生するので、口元がちょっと閉じてるのを意識してみてね。もう一回行きます。そして皆さん、さらなる技はスピードを遅くしてみる。口元研究するときにはスピードを遅くしてみます。はい、再生してみますよ。 We've got LA here, you've got the hills. We've got LA here, you've got the hills. このね、言うのそのまま言うの流れで、このクリシェルの口元が言うの流れで少し閉じてるの見てね。言うの流れでね、ね、言うの後に 歯にちょっと唇一瞬ついたでしょ。もう一度ね、見えたかしら皆さんね。皆さん、ここさっき V の音どうやって見つけるのかって話したよね。これね、字幕では I've got it, I've got it なってるけど、クリッシェルの口元見てね、これね、閉じてないんだよね。だから彼女はね、I got it, I got it って言ってます。見てみてね、口元ね、閉じないから。Okay, I got it. Okay. Do you have any questions? ね、見えたかな？閉じてなかったでしょ？なので、これ、I got it, I got it って言ってます。まあね、I've got it でも、I got it でも、内容的っていうかね、意味的にはさほどね、変わらないけれども、その I got it について説明していきます。これ皆さん、I got it と You got it のニュアンスの違いがあります。ここ今、クリシャルは、I got it って言ったよね。まあ、わかりました。これ、相手が言ったことを理解したとき、クリスティンが、Newest person brings Starbucks to って言ったのに対して I got it、 わかりました。これ You got it なったら、何か頼まれ事をした時に、あ、了解しましたって承諾する時に You got it、 You を使います。例えば Can you make a copy of this file? と言われた時に You got it って相手に対して回答する時に You got it を使います。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか？リスニングとは聞き分けるもの、そして見分けるものだっていう意味が分かりましたか？これね、もっとね、活用できることがいっぱいあるんだけれども、皆さんね、そう、目で見るんだよ。言葉、音、目で拾うっていうのも、日本語と英語ってもう全く異なる言語って思ってね、皆さん、全く異なる言語だから、日本語のあり方を英語に当てはめようとしちゃダメなの。日本語の音、英語の、日本語レールと英語レールは別に引くのよ、皆さん。私たち最初のうちは日本語レールと英語レールをこう乗り継いでるの。日本語レールからこう乗り継いでるから、日本語に変換してって英語を捉えたりするんだけれども、それ最初はいいのよ。だけど、時が経ってどんどん英語量が増えてきたら、2つにレールは分ける。日本語レールと英語レールを2つに分けて、乗り換えしない。乗り換えしない。それが英語を英語で理解できるっていうことね。だから、日本語と英語っていうのは完璧に違うんだって思ってください。だから、口の使い方も、呼吸の仕方もね、
筋肉の使い方も全部違うの。それを鏡を手にしてスロー再生しながらでもいいし、普通の再生でもいいけれども、ネイティブの口元が見えるのをね、一緒に鏡を自分の隣に置いて、ネイティブの口元を鏡を見ながら真似る。前回の動画でもお伝えしたけれども、学ぶっていうのは真似るから来てるのね。だからどんどんネイティブに寄せてく、真似る、寄せてく、真似る、この繰り返しね。その時に鏡を持つ、比べる、寄せてく、真似てく、近づけてく、 OK？ これしてください。音がわからなかったら耳からだけじゃなくって口元から学ぶ。そしてスピーキングの時もネイティブの口元を真似る。これね、できてくるとどんどんわかるようになるので、皆さん、英語っていうのは能力じゃないです。能力が足りないわけでも努力が足りないわけでもないです。ただ単に練習時間の違いだけで、皆さんどれだけ練習時間を積み上げるか。あなたの脳っていうのはどん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 新しい知識を一つ入れるために一つのちゃんと点を作っていってます。そしてどんどん手を伸ばしながら、みんなでこうやって手をつないでどんどんネットワークを作っていくのね。そのネットワークが広がった時に、あ、聞こえるようになってきたかも、話せるようになってきたかもっていうのが始まるの。どんどんネットワークを形成してます、今あなたの脳はね。そのためには練習時間を積み上げるしかないの。どこにも英語を使うための言葉じゃなくて英語を使うための魔法はございません。とにかく練習量だけね。あとは自信ね。自分これまでやってきたこと、自分を褒めてあげて、人と比べない、 1% の成長ね、 1% better every day ね。これ私も何回もお伝えしてるけれども、昨日の自分より 1% の成長、たった 1% でいいから。365日続けた時には 365% 成長したあなたがいます。はい、ということで今日もね、動画これ締める締め方、はい、何はい、前回の動画でお伝えしたけれども、英語っていうのは一番大事なのは楽しい、好きだな、ワクワクな気持ちね。だからこの動画は、このチャンネルは最後、皆さん一緒にこうやって締めましょうって前回お伝えしました。はい、嬉しい、楽しい。はい、今日も Great Job でした。では嬉しい、楽しい、大好きで、英語学習これからも、今日も、後で、これから、はい、何言いたい、続けていきましょうでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。こんな私に付き合ってくれてありがとう。バイバイ